小針駅は、新潟県新潟市西区、小針南台5丁目にある、東日本旅客鉄道越後線の駅である。2017年により、駅舎のバリアフリー化、耐震化等の改修工事を行った。主な工事内容は以下である。エレベーター専用湖線橋北口。自動改札導入に伴い、小さな駅舎が新設された。 南口改札耐震補強工事前の南口駅舎、相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、両ホームは、古線橋で連絡している。1番線に面する南側の駅舎、2番線に面する北側の駅舎がある。新潟駅が管理する、業務委託駅で、駅業務は JR 新潟ビジネスが受託している。南側駅舎の自動改札機では、全3通路で、 追加等の IC カードが利用できる。改札周辺には、電光掲示による発射表、友人改札口を兼ねる、緑の窓口、自動券売機、駅周辺の案内図、待合室等のほか、改札内にはトイレや自動販売機が設けられている。また、駅前広場には整理場、2階建ての駐輪場が設けられている。先打ちの南斜面に位置するため、 南口は駅舎と駅前広場との間に標高差があり、駅舎正面に階段が設けられている。北口駅舎は2番線の湖線強化に設けられている。立地上、建物内部は境外だが、駅舎内の自動改札機では、全日通路で、スイカ等の IC カードが利用でき、自動券売機、生産機等のほか、改札内には電光掲示による発射表等が設置されている。 北口は、住宅地前の市道に面しており、広場などはないが、駅舎西側に駐輪場が設けられている。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は2520人で、ある。近年の推移は、以下の通りである。周辺は、住宅地。駅、北口側、市道村インター品野町線と、市道、小針線が交わる。 小針十字路周辺は商店街となっている。かつては小針銀座と呼ばれ賑わった。新潟交通の路線バスとコミュニティバス、旧バスが運行されている。新潟交通の路線図や時刻表は運行便別時刻表を、旧バスは区バス境林ルート時刻表、ルート図をそれぞれ参照。駅前にはバス停は設置されていないが、 南口から工事を左手へ出た先の指導、小針線に急バスのバス停が位置する。北口より徒歩約3分の西尾通り沿いにバス停が位置し、新潟交通の路線が以下のように運行されている。近くに急バスのバス停も位置する。ありがとうございます。